はい、まあ、前回僕クイックセーブをしてるんで、その続きからできればと思うんですけど、ちょっと待って、あれ出ないんだ。レトロアーチメニューが出ない。どうやって、あれおかしいな。レトロアーチメニュー出ないな。え？あれスタート、あ、そうか、スタートいいの、あ、そうか、スタート、あれちょっと待って、スタート押せないやん。なんで？これあれか？ちょっと待って、コントローラー効かなくなってるで、なんか知らんけど。なんで？どういうことやろ？ちょっと待って。キーボードが効いてるんですよね。キーボードが。キーボードが効いてるってことは、キーボードを刺してるところにコントローラー刺す方がいいってことか。全部抜くかも、それ。あ、こっちに、そうか。ここに刺さないかんの。これね、ここに刺さないと、反応しないんですよね。この、ここ。一番上に刺したらここ。反応しなかったんですよ。ここじゃないとダメみたいですね。はい。これ、ここで刺さなきゃいけないらしいです。前やった時もここに刺してやってたのかな、ちょっと覚えてないけど。ってことは、レトロアーチメニュー出るな。あ、出るね。はいはい。よかったよかった。はい。労働ですね。はい。これですね。これは、2の1かな。うん。前回の続きでやりたいと思います。一瞬焦ったな、俺。ボタンが反応効かないから。お、危ね。いや、綺麗になってるね、だいぶ絵が。これでまたスーパーマリオランドの見比べ動画も作れますね。ゲームボーイ版とゲームボーイカラー版と、この DS 版、やだ、間違えた、やられた。スーパーファミコン版か。の動画をね、くっつけた動画も作れますね。ちょっとでもこっちの方が難しくなってるのかな。スーパーミ版の方がね、ハックロムの方が。でもかなり絵は綺麗になってますけどね。声出すところが本当 DS っぽくなってるところがすごいですね。うん。あ、これ連続コインやった。よくできてるわ、これ。ほんと。任天堂が作ったゲームみたいに思えてしまう。あ、やばい！あ。なんか、ビーダッシュ使うのがちょっと怖いですよね。少し難しくなってるから。今、壁蹴りできたね、今ね。ロックマン X みたいに。ああ、しまった！ああ、でもよかったですね。ビラすのがいいのかな、ここ。ああ、そうか。行きすぎるんや。ビラすしないぐらいがちょうどいい。ああ、でも難しいか。なんか前よりむずなってんな。よし、いけた。
サンキお、UFO ですね。リラストで、はい。これね、スーパーボールですからね。ファイヤーじゃないんですよね。あ、そうか。下にあるからずっと残るんですね。ああいう感じの時は。ああ、しまった。ちょっと今のはな、待ってよかったな。待った方がよかったね。慌てることはない。部活するんですよ、そういえばね。そういえば忘れてましたけど。あー、マジか、モズなってんな。ゲームボーイバネでこんなとこで死なないですけどね。あ、落ちないんや。ほらほらほら、壁蹴りができたんできるんですよね。ちょっと今の余計でしたけど、そんなとこで壁蹴りできなくていいんだけど、逆に できるか困ったら困るんやけどね、今のはね。壁蹴りで変なとこ行って落ちる可能性ありますからね。そうか、これちょっとな、あれなんやな。そうそう、こんなとこで壁蹴りされると困るんですよね。落ちますから、下手したら。あ、これ下変えた。あ、でも下行けないか。これは、チビマリオじゃないとダメなんでしょうね。ああ、こうやっても。下行けるやん。こうやって行けば。はい、全部取れましたね。何もないのかな、これ。あ、あっても上に行くから取れないもんな。あ、ここにあった。よかった。あ、で、これ上から行けばいいんですね。あ、そうか、いたな、あの敵。忘れてたけど。お、怖っ。危なかった、ちょっと今。火入ってくるんですよね、あいつ。踏んだら倒せるんですけどね。一発で。パックン出ないか。ああ、ここ難しいな、これ。これ難しいんですよね、結構。一発で行くのがね。ああ、無理だった。あ、そうそう、シューティングなんですよね。2の4はシューティングなんです。最終面もこんな感じなんですよね。4の3か。4の3もこんな。2の3ですね、これね。あ、キノコ取れないやん。めちゃくちゃ。おー、危ね。耐久力ありますね、あいつ。あ、これおしっぱでいけるんやん、自分で連打せんでも。取れないんですね、このキノコはね。なぜか。あ、危ね。挟まれるんや、これ。下手したら。危ね。あ、しまった。これともだ。お、怖っ。これマリオの形になってるんですよね、このコインね。
おお、やられた。これ間違いなく、ああ、ゲームボーイ版より難易度は高くなってるな、これ。ああ、しまった。同じとこで何回もやられてるやん。マリオンとかね。残機が何、あと何機あるのか分かんないよね、これね。表示がないから、残機の。このタコみたいなやつ怖いな。倒したら火が出るから。そうそう、これこれ。ボスですね。これ縦になってもてるな。よし、倒した。はい、これで、2ワールドクリアですね。タコだった。あ、一気か。はい。あ、モアイの面ですね。ありましたね。モアイの。ちょっと難しくなってますもんね、これ。難易度上がるんですよね。キノコ。あ、キラー出てくるな。怖っ。おお、びっくりした。来るんかい、こっちに。おい、一発で倒せるんですけど、倒しちゃった方がいいんですけどね、なるべくね、邪魔なんで。怖いなこれ。ああ、そうか。なんゲームよりムズなってんな。なんていうのかな、なんかくむずくむずいっていうか、まあね、アクションゲームはね、アナログテレビの方がね、こう、やりやすいっていうのはありますよね。デジタルテレビでやるとどうしてもね、なんつうのかな、こう、ちょっとこうね、あるんですよ。やりにくさがね。独特のなんかあるんですよね。やりにくさが。こういう狭いとこ怖いんですよね。アナログテレビじゃなくて、デジタルテレビでやるときね。ああ穴じゃなくてよかった。動体視力はちょっとね、いつもより弱くなるっていうかね、デジタルテレビでゲームやると。いつもより下手になるっていうか。おお、そうそう、いたな、この敵。忘れてたけど。おお、急に走ってくるからね、怖いんですよね。ここ出てこないな、こいつ、ここ来るね。時間あったんやったっけな。やばいわ。怖いな、こいつ。急に来るから。時間あったっけ、これ。時間。時間でも、わかんないな、どれぐらい時間あるのかがな。はい。もう、ついていった方がいいね。はい。はい。こういう狭いところに乗るのが怖いんですよね。ここはいいのかな。キノコね。
はい。おっと、びっくりした。閉じてくんのかいな。怖っ。まだいたか。あ、これ乗るやつだよね。こう岩に乗っていくんですよね。あれ？なんで？なんで今乗れんかったん？あー、何すんねん。わー、そこの壁蹴りいらんわ。壁蹴り機能いらんで、これ。余計な機能やで、おい。あぶね。あぶね。乗っていくか。そのまま、はい、無視して。ああ、そうか、踏まれるんや。むずいなー。前よりむずなってるな、これ、完全に。ゲームボーイの方がね、ゲームボーイ僕ね、ノーコンティニューでクリアできますからね、ゲームボーイ版は。こっちはちょっとノーコンティニュー無理そうな感じするな。絶対ゲームボーイはなりそうな気がする。待って、これこっちを乗らない感じな、はい、針があるもんね。はい、これも乗っていくんですね、ここにね。よし、どうやった。ああ、まあ2機か、前。はい。はい。3、おっとっと、そっか、これ踏めばいい。踏めばいいんですよね。3の2かな、これ。ああ、そこで出てくるんかいな。これなんか土管に近づいたらパックンフラワーが出てこなくなるっていうね、スーパーマリオのファミコン版のね、法則を無視してますね。出てくるんですね、このゲームは。タッチ悪いですね。これ怖いですよね。これ確か難しいとこなんですよ。ゲームボーイ版でも難しい場面なんですよね、ここ。こいつが降りてきたところで、ギリギリでこう行って、こう倒さなきゃいけないっていう。よいしょ。落ちてくるんですね、ここに。ああ、当たったんか、おい。スーパーキノコ欲しいな。ここにありそうな気がするな、スーパーキノコ。ああ、何すんねん。なんつうのかな、なんかむずいな。ゲームボーイと全然違いますね、プレイ感覚は。あー、危ない。ああ、そうか、それもダメか。ゲームオーバーなるな、これ絶対。なんつうのかな、なんかむずいんですよね。なんかむずいんですよ。うん。
独特な、あ、何しとんねん。ゲームはですね。コンテにあるんか、これ。ないんかい。コンテにないの、このゲーム。マジで。そうか。じゃあ、クイックセーブしないかんねんや。常に。うわぁ、それは痛いな。そうか。じゃあ、また2の1から。コンテにあるかと思ってたな。まあ、確かに、ゲームボーイ版、ノーコンテニューでクリアしてますからね。ゲームボーイは乗ってないからね。確かに、あれ、コンテニューないかもしれないですね。もしかしたら。そうかー、マジかー。めちゃめちゃ難しいやん、これ。じゃあ、あれですね。クイックセーブして、次回ね、もう一回リベンジしますかね。今日はここまでで、このゲームはね、やめたいと思います。